ミノオアリマ電気軌道、ミノオアリマ電気軌道、ミノオアリマ電気軌道、通称、ミ遊電車、キ遊電車、ミノオ電車とは、阪急電鉄、阪急阪神ホールディングスの前身となる、軌道運営事業者。同社は、現在の阪急宝塚本線、阪急ミノオ線を付設した。同社設立メンバーの多くは、現在の西日本旅客鉄道。 JR 西日本福知山線を付設した、半角鉄道の幹部であった。半角鉄道は1897年の1899年に、かけ、甘ヶ崎港駅、現在廃止池田駅、今の川西池田駅間を開業させた設置鉄道を、買収後、福知山駅まで路線を延伸させ、関営鉄道、国鉄線のり受けで新舞鶴駅、今の東舞鶴駅、 神崎駅、今の天ヶ崎駅から乗り入れで大阪駅までの直通を果たしていた。しかし、関営鉄道との直通という形では列車本数を増やすこともままならず、さらには沿線人口も痛み以外に多いところがなかったことから川西池田より分岐し、直接梅田へ乗り入れる補助路線を計画、免許を取得した。 だが主要鉄道国有化の方針が立てられている1906年公布の鉄道国有法により1907年に実施ことを知ったことから半角鉄道では普段の計画を実施し中長距離輸送から近郊輸送に指針を変えて生き残りを図ろうと考えた。同社関係者はあと阪神電気鉄道や京浜電気鉄道の事例に習って 記車ではなく新たに出現し始めていた、軌道条例準拠の電車による運転を拡作した。1906年に、美濃有馬電気鉄道として、特許を取得した。社名の通り、予定路線には当初計画の梅田池田間のほか、池田宝塚有馬間の延伸線と美濃への、支線が含まれていた。免許が、早期に降りた背景には、半角鉄道買収の保証という観点もあったと、 される。だが直後に起こった強行で、株式の引き受け出が、資金の払い込みを躊躇し、約半分の株が、引き受け出なしという苦境に陥った。そこへ乗り出してきたのが、当時強行で失職していた、小林十三である。彼は、路線の有望性を見抜いて、それを、かつての上司で、北浜銀行の頭取だった、岩下清下に説いた。そして、 半角鉄道買収直後の1907年10月19日、美ノ有リマ電気軌道が設立された。鉄道を軌道と改めたのは、軌道法準拠ということだからという、国の要請のためであったと言われている。ともあれ工事は開始され、1910年3月10日に、梅田駅宝塚駅間と、石橋駅美ノ駅間を同時開業させる。なお、この時は、軌道、 路面電車扱いであったことから、梅田駅北野駅、廃駅、十三駅から三国駅、豊中駅石橋駅、桜井駅巻落駅間に併用軌道が存在した。しかし、阪神や京浜、京阪のように大都市間を結ぶ路線でもなく、さらには沿線が田園地帯であったことから、採算が取れないのではないかという懸念が周辺では強かった。その様は、 ミミズ原ンと、揶揄されるほどであった。いざ開業してみれば、営業成績の方は良好で、開業間もない頃の収入は当初予定の2倍になったという。だが一方で、開業から8日間の間には早くも、列車衝突事故を2件起こし、3名が死亡するという事態にも至っており、大阪毎日新聞にも書き立てられた。そんな中、同社の専務。 社長不在のため、実質的には代表者となった小林十三は、路線の不設に先立って周辺の土地を買収し、その開発を行って増収につなげるという施策を取った。まず路線の開業した1910年、池田で当時珍しかったゲップ方式による住宅分譲を開始した。同年11月には、未納に日本最大級の広さを誇る未納動物園、 1911年5月には宝塚に新温泉を開いた。1913年には現在の宝塚歌劇団の前身となる宝塚商家隊も創設した。これらの施策は予想通り収益の増加をもたらし、他の施設による沿線開発の範ともなった。小林はこれに関して乗客は電車が創造するという言葉を残している。 1918年、同社では、現状路線だけで、都市間路線を許さないことには、発展に限りがあると判断し、社名を、阪神急行電鉄、阪急という故障はこれ以後誕生と解消した。その後同社は、1920年に、現在の神戸線を開業させた。1943年に、京阪電気鉄道との合併で、京阪神急行電鉄となり、 1949年に、京阪、旧新京阪鉄道の路線を除くを再分離した後、1973年に、阪急電鉄と解消した。なお、2005年には、持ち株会社化で、本体は、阪急ホールディングスと解消し、2006年には、阪神電気鉄道系列との経営統合で、阪急阪神ホールディングスとなっている。以後の遠隔詳細は、 阪神急行電鉄と阪急電鉄の歴史を参照。なお宝塚から有馬温泉までの延伸は日帰り客が増えて減収になることを懸念した宿場の反対と山を越える路線は難工事が予想されたため断念した。なお大阪有馬温泉間の直通は鉄道路線としては挫折したものの戦後の1948年になって 阪急バス有馬急行線というバス路線として実現している。また、梅田からの絵まで延伸し、京阪本線と直通運転する路線の特許も得ていたが、こちらは大阪市の反対、資金面の都合もあって頓挫している京阪梅田線の記事も参照。その他、宝塚から南下して西宮に至る路線も同様に特許を受けていたが、これは 阪神急行電鉄への解消後、1921年に西高良線、後の今津線として開業を見ている。それまでの私鉄電車がオープンデッキの運転台を持ち、ステップにより地上から乗り降りするという、その当時の路面電車とほとんど同じスタイルだったのに、対し、美濃有馬ま気軌道では、最初に投入した18両の電車、後の1系の段階から、 密閉型運転台構造を採用し、さらには高床ホームにおける条項を考慮した革新的設計になっていた。また、装飾には小林の高級志向が働いたためか、当初より力が入れられ、現在に至るまで用いられる半球マルーンの塗装が施されていた。身の終わりまでん軌道は、開業に際して沿線を全15番で歌った。 身の有りま電車しゃを作成、作詞作曲者は不明し沿線地域へアピールした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。